近くの人に話を聞きながら探さないと。このようなところで何をしている？どこぞの勢力の患者か？違います。私たちは馬を探しに。もう話を聞いてください。私がきっちりつけてやるよ。この門閣様に挑むってのか。見つぶされていく。言うとならん。やっぱり強い。すごいんですけど。
ちゃんと聞いてください。赤くて大きな馬を見ませんでしたか？赤くて大きな馬？もう見たぜ。この先の拠点に向かって走ってたぞ。その感じ忘れない。あ、いました。今度こそ本当に関田です。ということは近くの人が馬泥棒？言うとなら。お前ら何なんだ。訓練の邪魔するなら出てけ。ダメ、誤解があるよ。追いかかる火の粉全力で払います。持ち主に返しなさい。ちょっと待て、馬泥棒め、この俺が逃がさないぞ。次から次へと鬱陶しい。俺は力ずくでも押し通る。諦めたと思うな。
私は必ず父の愛した赤兎を迎えに来る。あれ、赤兎は無事だったよね。じゃあ結局動物の神隠しって誰が。